食うたびようこそ、さて本日の動画はこちら。ではごゆっくりお楽しみください。こちらファミリーマートのパンダベーカリーチョコパンケーキリッチミルククリームを食べたくなった。リッチとかミルクが濃厚ってことなのかな、どんな感じなんだろう。テーマちょっと見た目は毎度おなじみのパンケーキですね。中身は、はい、まず下になんかコーヒーみたいな感じになってます。ではいただきます。チャンネル登録よろしくお願いします。もっちりとしたパンケーキの生地の食感とチョコクリーム、チョコチップの食感、チョコレートはたっぷり感じられて美味しかったのですが、ミルクがリッチっていうほど濃くないかな、主張してないかなっていう気がしますね。せっかくリッチと言ってるのでもうちょっとチョコレートに負けながら主張してほしかったですね。そこが非常に残念なのでこちらも点数とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけるとお楽しみいただけましたか。もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。